プローズ、パブリックライブラリーオブサイエンス、旧略称、プローズは、オープンアクセスの学術雑誌や、科学文献を発行する出版社、または、学術雑誌のオープンアクセス化を推進するプロジェクトで、ある。2003年10月の学術雑誌、プローズバイオロジーの初号刊行を皮切りに、2012年現在、佐読付き学術雑誌7誌を発行する。日本語では、 公共科学図書館と訳されることもある。オープンアクセスであることを示す。ロゴ2001年に、スタンフォード大学の生科学者である、パトリック・オー・ブラウンと、カリフォルニア大学バークレー校の計算生物学者で、ハワード・ヒューズ医学研究所の研究者でもある、マイケル・アイス。当初は、あらゆる学術雑誌の全文に、誰でも自由に無料で、アクセスできるようにするよう呼びかけるプロジェクトであった。 バイメドセントラルなどがこれにすぐ答えてオープンアクセス化を進めたほか、米国科学アカデミー企業誌などが発行後半年以上経過した記事をオープンアクセスにした。その他の多くの出版社は著者自身が未定公版などを公開するセルフアーカイブに頼り続けていた。出版活動は2003年8月13日に一冊目の査読付きのオンライン科学雑誌である。 プローズバイオロジーを発行し、その後も医学や計算生物学、遺伝学などの専門雑誌を立ち上げた。2006年に創刊したプローズクリニカルトライアルズは同年に発行を開始したプローズ1に吸収される形で発行を休止した。プローズから発行される学術雑誌はオープンアクセスコンテンツであり、すべての著作は クリエイティブコモンズライセンスの下で利用可能である。なおクリエイティブコモンズ財団のローレンスレッシグもプローズ理事会の一員としてなお連ねている。プローズの雑誌に投稿する際には著者、または著者が所属する研究機関が投稿料を支払う必要があり、プローズはそれを雑誌発行の資金としている。ゴードンベティムーア財団やサンドラー財団から2006年に 1> 約1300万米ドルの資金援助を受けるが、2011年7月時点で、その補助金に頼らず運営費を賄えるようになったとしている。総監準プローズは、サンフランシスコ市内で、創業の地が手狭になったため移転、2010年6月21日からリーバイスプラザで本部業務を開始した。また、イギリスのケンブリッジにも編集局を設けている。 ありがとうございます。